ハーーーーフカットパールクローバー1902年に作られたこちらの十字架はアル・ヌーボンの影響を受けた植物門が溶接装飾されています天然真珠をハーフカットして爪め止めされた台と茎を球菌の台座に溶接していますこの部分も球菌ですねそれで また台座のところは3でつや消しにしてあってその上に彫り込みがしています。つや消しになっているので掘った部分が光を帯びて反射してまた溶接された部分を光を反射するので周囲のつや消しと大気的に模様が浮かび上がります。 この細やかな彫りとか金の溶接の具合とか手作りの良さで型抜きとは全然違う優しい柔らかさがあります十字架の形としては先端がこういうふうに3つに分かれているのはクローバー十字と言われている十字でサイン一体を表したりしますね裏は つ穴が開いていてて、この穴は本体部分が中空でできているので金を溶接した時に火をかけて中の空気は膨張して爆発しないために空気の逃げ道として開けられていたものです。そして中央には刻印が入っていて AB というメーカーズマークその横に3と10あ9と10375。 急金の、金の純度を示す刻印ですね。で、横に怒りのマーク、バーミンガムで登録されたということ、さらにそのサイドに、えー、アルファベットの C ですかね、入っています。これで、製作年が1902年ということが分かります。はっきりと刻印が入っています。こうした、 刻印が入っているというペンダントというのは非常に珍しくて1870年代以降イギリスのリングに関しては多くは刻印を入れて生産,生産地、まあ、登録地ですねと金の純度製作年などが分かることが多いのですがブローチやペンダントではこうして刻印が入っていることというのは非常に珍しいですなかなかそういうため製造年まで分かるものは分かる。 作らないですが、はっきりと製造年までわかる珍しいクロスです。で、ね、それに付属しているオリジナルのチェーンっていうのがまたちょっと変わってて味わいがあります。当時作られたオリジナルものものチェーンで、面取りをしたパーツですね、メインパーツに、楕円を折り込んで作ったサブパーツを組み合わせて作っていっています。 遠くから見てるとなんか透かし細工のように見える面白い細工で手作りの面白いチェーンです。状態もいいです。留め具もオリジナルが残っています。差し込み式の留め具で爪でつまんで、えー、取れるようになってますね。どっちだっけなこっちか。こちらですね。こういう感じでカチッとしっかりしてます。 留め具の部分にも刻印が入っていて9カラットという刻印球金の刻印が入ってますまたチェーンのところにも球金のプレートの刻印が入ってます9カラットの当時の古いままの状態で本当に珍しいです色合いも球金なので優しい色合いで金色が強すぎないので自然に使いやすいと思いますさらに艶消しがしてあるので光が抑えてあるので金の板でも光が柔らかいです なかなかこうした手作りの良質なクロスというものは残っていないし、ましてチェーンがオリジナルで残っているっていうものはないかと思います。また植物盆にはアールヌーボの影響を受けた柔らかな曲線美が生きていて手作りならではの良さがあると思います。肌の上につけても優しい色ですね。チェーンの長さは41センチなので、姿の上につけても綺麗ですし。 まあ余裕がある方は洋服の上でも全然つけやすいかなと思います。手の込んだアンティークならではのクロスぜひご検討ください。